中国企業の倒産や業績悪化が続いています。コカ・コーラやペプシコなどに飲料ボトルを製造していた樹海中府も債務不履行を発表しました。中国本土の社債市場で債務不履行となるのは今年3件目です。アナリストはこれから数ヶ月さらに増えるだろうと予測しています。中国石膏省のある家庭は 父親が癌がにかかり、母親が家出したため、15歳の姉、張慶宝さんが8歳の弟を連れ、廃品回収をして一家を養っています。このことがインターネットで注目を浴び、中にはこの二人が大学を卒業するまで、生活費や学費を負担したいと申し出る台湾人もいます。中国では、軍の演習によるフライトの遅延は日常茶飯事です。 しかし中京当局が発表した報告書はフライト遅延の原因は航空会社にあるとしています。中国ではフライトの正常率が4年連続で低下しており、最下位は中国初の国有 LCC 航空会社である中国連合航空でした。世界保健機関 WHO は毎年20万人以上の中国人が交通事故で死亡していると発表しました。 また、2012年初頭から今年の4月末までに発生した1億400万件の交通違反が、ロードレージ、つまり割り込みや追い越しなどに腹を立てて報復行動に出たことと関係があるとみられます。新東人テレビがお伝えしました。